私は現在ミッション系の大学に通っています。小さな頃、大分県の別府に旅行に行った際、温泉で髪の長い知らない女性の方と手をつないだ瞬間、私はその場に倒れました。その後目を覚ましたのは病院のベッドの上で、母は泣きながら、私が一時心肺停止にまで陥ったこと、医師に原因は不明と言われたことを教えてくれました。母に温泉で出会った女性のことを話すと、母は、そんな人はいなかった。あなたは突然倒れたのよ。と言いました。母は私を寺へと連れて行き、お坊さんに相談をしました。そのお坊さんは、君は霊とシンクロしやすいから、絶対に心霊スポットに行ったりしてはいけないし、こっくりさんなどの遊びもしてはダメだ。と言って、最後に私のその才能をすごく褒めてくださりました。当時、私は幼稚園児だったのですが、おそらく、その別府での出来事がトリガーになったのだと思います。私は、霊が見えるようになったのです。詳しい話はここでは省略しておきますが、怖い経験や悲しい経験は小学校3年生くらいの時まで起こりました。そのくらいの時を境に、ぱったりと幽霊を見なくなった私は母に連れられ、幼稚園児の時に訪れた寺のお坊さんにまた会いに行きました。彼は私のことを覚えていてくれてましたが、私が全く幽霊を感じなくなった、というと、それは君の心が、あの時と比べて汚れちゃったからだよ。と、笑いながら教えてくれました。それから数年間、私は幽霊を見ることができずに、霊が見えるなんていう人は統合失調症、とまで言い放ったりしていました。しかし、お坊さんに言われた。心霊スポットには行ってはいけないし、こっくりさんもしてはダメ。という教えはなぜか守り続けていたのです。しかし、それも去年まででした。大学に入学した私は、勧誘されたサークルに入り、そこそこ楽しい日々を送っていました。夏のある日、私はサークルのメンバーに、心霊スポットに行こう、と誘われました。行き先を聞いてみると、とても有名なところでした。正直、怖かったですが、人数が20人を超えていることもあって、私はその企画に参加することにしたのです。当日、心霊スポット巡りが趣味で、霊感があるという先輩が下見をしたのですが、今日はやばい。と言ったまま黙り込んでしまいました。全員がトンネルの近くに着くと、私たちはその先輩の後に続いて、長い坂を登り始めました。先輩が、右に寄れ。とか、真ん中は見るなよ。と指示を出していました。走行しているとトンネルの前まで着きました。いつもはかっこいい先輩やお調子者の友達は、トンネルの異様さに驚いていました。しかし、私はやっぱり何も見えなかったのです。正直、がっかりしました。この場所に来ることによって、小さな頃褒められた才能が復活するかもしれないと考えていたからです。私は、四角いブロックを積み重ねて封鎖されたトンネルの入り口の前に立ち、ブロックを登っていきました。上の方のわずかな隙間から中に入ろうと試みたのです。先輩たちが、止めましたが、私は中に入る直前彼らの方を振り向かずに、幽霊なんていませんよ、見えるなんていう人は統合失調症です。と、いつものように言いました。トンネルの中はひんやりとしていて、ブロックは苔で滑りやすくなっていました。私は奥まで行ってみよう、と考えて、少し怖くなりました。女の人の声が聞こえた気がしたからです。しかし、耳を澄ませればなんてことはありません。ただの水が滴っている音です。こんな勘違いから噂は生まれるんだろうな、と思いながら、トンネルの中ほどまで行ったところで私は引き返すことにしました。これ以上進んでも何かあるとは思えなくなってしまったのです。結局私は無事にトンネルを脱出し、帰路に着きました。私はこの一件で、妙な自信を持つようになっていました。小さな頃、幽霊が見えたのはきっと妄想なんだ。そして、その一つ一つに辻褄が合っていたのは、周りの大人、幼稚園に一人すごく霊感があるという先生がいました、の優しさなんだ。妄想と受け入れることができた私は、未だに自分に霊感があると信じている人たちとは違うんだ。といった感じにです。そんな感じで月日は流れ、確か10月の終わりか、11月の初めあたりのことだったと思います。私は、また心霊スポットに誘われたのです。
その場所というのが、心霊スポットファンの人たちが言うには、私が入ったトンネルよりもヤバいところらしいのです。多分、全国的に知名度でもそのトンネルの方が上でしょうし、私も初めて聞く名前の心霊スポットでした。私はすぐに参加の表明をして、その日のためにネットで色々と調べたりしていました。サークルのメンバーでドライブをした後、その心霊スポットに行く、という流れでした。例の霊感のある先輩とはその時かなり仲良くなっていて、そのヤバいところについて色々と話を聞きました。彼は何度もそこへ行ったことがあるようでしたし、他にも行ったことのあるメンバーが場所を確認するために私たちを駐車場に残し、歩いて行ってしまいました。その時は、確か午前1時頃だったと思います。私は、ちょうど牛蜜時にそこを訪れることができるのではないか、とワクワクしていたのですが、不思議なことに、先輩たちは戻ってきません。駐車場に残った組の先輩が電話をかけてみると、見つからない。らしいのです。結局ずるずると時間だけが過ぎていき、彼らから、見つかった。という連絡が入ったのは、午前3時頃でした。電話の誘導に従い、私たちは車を走らせました。目的地に近づくにつれ、私は、ああ、確かにこりゃやばい、と感じていました。絵に描いたような童話地区だったからです。私たちの車が走る道路の横を、幅が狭い川が流れていて、川の向こう側にトタン板の家が並んでいました。その家並みが途切れたところに石の橋が架けられていて、その上に先輩たちが立っていました。私たちは橋を渡り、大きめの空き地に車を止めました。先輩が、ごめん、なんか場所が思い出せなくてさ。と笑って、山の中へと続く坂を指さしました。じゃあ、あの坂を登ろうか。私は、おいおい、と思いながら先輩に続きます。正直かなり眠かったですが、着くまでに夜明けが来ることを何よりも心配していました。5人は横に並んで通れるぐらいの道が突然途絶え、一人が通れるぐらいの道が姿を現しました。先輩が、あの道だけどさ、最初に行きたい人たちは？と言いました。正直かなり不気味でしたので、みんな手を挙げません。しかし、私は日が昇ってから心霊スポットに行くなんてことは、絶対に嫌だったので、一番に手を挙げました。すると、私の隣にいた美人でギャルな先輩も手を挙げます。彼女も霊感があるらしく、日頃は。霊感があるのに、心霊スポットに行くなんて信じられない。と言って、心霊スポットに行く人を批判していたのですが、なぜか今回は参加してみる気になったそうです。すると、その先輩のことが好きな他の先輩も手を挙げ、それに続き、疲れたから早く終わらせたい。と言いながら、また二人の女の先輩が手を挙げました。男が少ない、という理由で、もう一人、男前の先輩が手を挙げて、私たちは出発しました。私は一番年下ですので、一番後ろに着きます。少し進むと、後ろから、前述した心霊スポット巡りが趣味の先輩が追いかけてきました。私が、どうしたんですか？と聞くと、彼は、なんとなく嫌な気がして、と返しました。それからは誰も喋りません。雰囲気だけだったら夏に行ったトンネルの数倍怖かったです。腐った枯葉を踏むたびに嫌な感じの感触がしました。時々、お地蔵様が並んでいて、私はなんとなく、そのお地蔵様と顔を合わせないように心がけていました。しばらく進むと、先頭を歩いていた男前の先輩が、声を上げました。もしかして、これ？ちょっと降りてみる。私が他の先輩たちの肩越しに先を見ると、洞穴のような洞窟がそこにあり、石造りの階段が下に続いていました。みんな、続々と中に入っていきます。私もそれに続こうとしたとき、左手の茂みから女の人の叫び声が聞こえました。さすがに少し驚きましたが、その声が友人の S に似ていたこともあり、後ろにいた先輩に、今の S の声でしたよね？何かあったんですかね？と声をかけました。先輩は、さあ、声は聞こえたけど、と、つぶやいて首をかしげます。私は残った仲間たちを心配しながら、階段を降りていきます。中ほどまで降りて、後ろを見ると、先輩が降りてきません。私が、先輩は行かないんですか？と言うと彼は、お前が降りたら行くよ。多分そっちの方がいい？
と返して、私の右斜め前方を顎で刺しました。私も反射的にその方向を睨んでみますが、何もありません。内心、やれやれ、と思いながら、私は階段を降り切りました。内部はなかなかに広く、お地蔵様が左右にたくさん、置いてありました。私は、そのお地蔵様の首にかけられている赤い布を見て、ここに来るまでにあった地蔵にはかけられてなかったなぁ。あれをかけられているお地蔵様とかけられていないお地蔵様は何が違うんだろう。といったことを考えていました。すると、階段の上にいた先輩がいつの間にか降りてきていて、あれ、〇〇は?と声を上げました。周りを見渡すと、確かにいません。少しゾクリとした瞬間、人一人が横になってギリギリ通れるぐらいの狭さの隙間から、男前の先輩が出てきました。ダメだ、奥は行き止まりだったよ。これだけなの?ここ。と、心霊スポット巡り先輩に聞きました。彼は、うん?と言って、そろそろ帰るか。と提案しました。私は幽霊を見ることはできませんでしたが、雰囲気はかなり楽しめたのでそこそこ満足していました。洞穴を出た時に、私が、S の叫び声が聞こえた気がして、心配ですから少し急ぎませんか、と言うと、みんな少し早足で来た道を戻り始めました。しかし、残っていたみんなの元にたどり着いた時、私の予想と反して、みんなはワイワイと談笑をしていました。そして、心霊スポット巡り先輩に、どう?出た?なんて聞いていました。私が一緒に行った先輩たちに、私の聞き間違いだったみたいです、と謝っていると、残っていた組がゾロゾロと一列になって、洞穴への道を進み始めました。私たちは7人で行ったのに対し、彼らは20人ほど、あまりに不公平ではないか、と私が笑いながら言うと、やはり、みんな7人だけでその場に泊まるのが怖かったようで、いつの間にか、縁を作っていました。私の右隣に心霊スポット巡り先輩、その隣にギャルの先輩のことが好きな先輩、その隣にギャルの先輩、その隣に二人組の先輩、その隣に男前の先輩、そして、その右隣に私、といった形の縁でした。みんなで、怖かった、だのなんだの話していると、急に右隣の心霊スポット巡り先輩が黙り込んで、二人組の先輩を指で刺しました。一斉にみんなが静まり返ります。すると、心霊スポット巡り先輩は、二人組に対して、指でギャル先輩の方に寄るようにジェスチャーをしました。言い忘れていましたが、心霊スポット巡り先輩とギャル先輩は、お互いに霊が見えることを認め合っています。二人組のうち、ギャル先輩の方に近かったエロエロな先輩はすっと、ギャル先輩に寄ったのですが、もう一人のロリ先輩はなぜか、体育座りで、つま先だけでジャンプするように、ぴょん、ぴょん、と心霊スポット巡り先輩の方に寄ってきました。心霊スポット巡り先輩は、なんで俺の方に来るんだ?と笑いましたが、男前先輩が、いるの?と言うと、二人の後ろに赤いおっさんがいた。ギャルの方に行っていれば多分大丈夫だったのに、こいつが俺の方に来るから、とりあえずみんな、下向け。と返しました。みんなが下を向きましたが、私はなんだか嫌な気がして、ロリ先輩の顔をちらりと見てしまいました。すると、彼女は歯をカチカチ言わせながら震えています。最初は怯えているのかと思いましたが、彼女の顔面が蒼白で目がうつろなのを確認して、私はつい、心霊スポット巡り先輩に、先輩、ロリさんが、なんか大変ですって、と声を出してしまいました。その言葉で、初めて先輩もロリ先輩の異変に気づいたらしく、小声で、ロリ先輩に話しかけました。もしかして、見えた?ロリ先輩は、うなずいて、赤いおじさんがいた。とつぶやきました。そして、ここにはもういたくない。すぐにでも帰りたい。と続けました。ロリ先輩はいつも元気でサバサバした人だったので、そんな姿を見た私は、あれ?これ結構やばいかも、と考えていました。ギャル先輩のことが好きな先輩が坂を降りることを提案し、心霊スポット巡り先輩が、仕方ない、といった感じで立ち上がりました。足取りのおぼつかないロリ先輩を支えながら、坂を降りていく私たち。いつ、霊の赤いおじさんが姿を現すかわからないので、私はずっと緊張していました。
そして、坂の大きなカーブを曲がり、途端板の家が見え、全員が安堵のため息を吐いたとき、途端板の家の方から犬が尋常ではないほど激しく吠え始めたのです。一瞬ドキリとしましたが、時間はすでに4時を回ってましたので、新聞配達のお兄さんに吠えるバカ犬もいたもんだ、と自分を納得させつつ足を進めます。10メートルほど進んだでしょうか、みんなは完全に安心して、ギャル先輩のことが好きな先輩なんて冗談を言ったりしていました。すると、突然、うなり声が聞こえたのです。私はとっさに、やばい、野犬だ。狂犬病かもしれない、と頭に浮かんで、さっと腰を低くして、左手でみんなに止まるように指示を出し、ゆっくりと前に進みました。まだあたりは暗かったので、近づいてくる犬を探そうとしたのです。しかし、両目とも視力2の私の目をもってしても、犬は見つかりません。まだうなり声は聞こえてきます。その時、私は背筋が凍るようなことに気がつきました。10メートルほど前から吠えている犬は、その時も吠え続けていたのです。そして、その吠え声に重なるようにうなり声は聞こえてきます。明らかに犬の吠え声の方が遠い、そしてうなり声はかなり近い。これは犬の声じゃない。この声は、人間。そう気がついた時、私は逃げるために後ろを向きました。脳をフル回転させ、うなり声の方にダッシュで逃げるか、それともまた、赤いおっさんの方に逃げるか。考えるまでもありませんでした。というのも、後ろを向いた時、すでに心霊スポット巡り先輩以外の先輩たちは坂を駆け上がっていて、心霊スポット巡り先輩が、早く逃げるぞ。と叫んだからです。心霊スポット巡り先輩と坂を駆け上がると、ちょうど下山してきていた後発隊のメンバーの前で、泣きながら腰を抜かしているギャル先輩やエロ先輩がいました。私は普段タバコを吸わないのですが、心霊スポット巡り先輩から青いピースというタバコを奪い取り、火をつけました。当然のようにむせましたが、少し安心した気がしました。その後、20人以上で駆け上がった坂を引き返し、後発隊のみんなはまるで信じてくれませんでしたが、なぜか、あの犬も全く吠えていませんでした。ギャル先輩に話しかけると、彼女は、足を掴まれたみたい。と弱く笑って、私にヒールを履いた足を見せてくれました。彼女のアキレス腱のあたりには赤く、手の形であざができていました。私は、心霊スポット巡り先輩に、統合失調症なんて言ってごめんなさい、と謝りました。あんな声、初めて聞きましたよ。地獄からの声っていうか、なんていうか、霊って本当にいるのかもしれませんね。と私が言うと、彼は笑いながら、怒ってたね、あいつ。と返しました。空き地に戻り、車に乗り込みましたが、私の車に乗っていた私以外の人たちはみんな、後発隊のメンバーで、私の話をまるで信じませんでした。ふてくされて、助手席から途端板の家並みを見ていると、車の左斜め前にあった家と家の間の隙間から、おしゃれをした髪の長い女性がすごい勢いで飛び出てきたのです。そして、彼女はずっと、立ったまま、私たちを見送り、私と運転席に座っていた人は同時に、すごく気持ち悪いな。という感想を漏らしました。時間は5時頃だったはずです。その後、私たちは無事大学に帰り着き、解散、となったのですが、当時一人暮らしをしていた私と、ギャル先輩のことが好きな先輩の家が近いこともあって、先輩から、怖いから今日は一緒にいてくれ。と頼まれました。私は、泊まることはできませんが、夜までならいいですよ、とその頼みに応じました。夜の10時頃まで、先輩とお入れをしたり、L4D をしたりして遊びました。先輩の家を出て、バカな私は家の近くのレンタルビデオショップに行き、DVD を2本借りました。その帰り道、後ろから男の人がついてきていることに気がついたのです。その男性の鼻息が妙に荒い気がして、怖くなった私は、ギャル先輩のことが好きな先輩に電話をかけました。お疲れ様です。どうした？家に着くまで怖いので、電話に付き合ってくださいな。いいよ。といった感じで会話を続け、家の前まで来た私はお礼を言って、電話を切りました。私の部屋は3階でしたので、階段を使って上がり、部屋の鍵を開けて、お腹が空いていたので、冷蔵庫から適当なものを出し、フライパンを加熱し始めました。すると、
また先輩から電話です。どうしました?もしかして怖いんですか?いや、そのさ、さっきから気になってたんだけど、お前、今、一人だよな?先輩の家を出てから DVD を借りに行っただけなので、完全に一人でしたよ。やっぱり?これ嘘や冗談じゃないんだけどな。お前の声に重なって女の声が聞こえるんだよ。ボソ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 さ。フライパンの上のバターの音以外、何も聞こえなくなりました。いやいや、またまたご冗談を。無理して強がる私に、先輩は重く伝えます。いや、本当なんだって。今だって聞こえてるし。お前、今家だよな。家です。この時は完全に声が震えていました。結局、すぐに家を出ることにして、近くのコンビニで先輩と待ち合わせることにしました。先輩がコンビニの駐車場に来て、私は思い切り頭を下げます。先輩は、俺の聞き間違えかもしれないから、他のやつにも確認取ってみろよ。と言ってくれたので、クラスの友人に電話をかけました。もしもし、今大丈夫?大丈夫、大丈夫。あれ?何?宴会でもやってんの?え?どうして?いや、だって後ろで声が。そこまで聞いたところで、私は電話を切りました。そして自販機に寄りかかり、冷静になってみると、部屋の電気と火を止めてないことに気がつきました。ですので、先輩に頼み込み、部屋についてきてもらうことになりました。私は恐る恐る、部屋のドアを開けて、電気を切り、火を止めました。そして、即座に部屋を出て、さてどうするか、と思った時に、先輩が、心霊スポット巡り先輩に電話してみろよ。と提案したのです。それは名案でした。私は即座に電話をかけると、先輩はすぐに出てくれました。もしもし、お疲れ様です。おう、お疲れ。突然ですけど、私の後ろで声、聞こえますか?私は黙り込みます。私の周りで喋っている人はいませんし、車も通っていません。あえて女の声、とは言わないようにしておきました。おい、まるまる。はい。女の声が聞こえた。ボソボソ言ってる。私は大きくため息をつきました。先輩、ありがとうございます。それじゃあ。気をつけろよ。そう言って電話を切った私は、部屋の前の通路で先輩と話し合い、ギャル先輩の家に泊まることにしました。そう決まった時に私の携帯が鳴りました。心霊スポット巡り先輩です。私が電話に出ると、先輩は震えた声で。お前な、さっき、それじゃあって言った後、なんか喋ったか?と言ってきます。私も先輩も喋っていないので、いいえ、と返事をすると、電話口で先輩はこう言いました。電話切ろうとしたら、男の声で。もしもし。って聞こえたんだけど。もう私はパニックです。女だけならまだしも、男までいるなんて。どうしたらいいんですか?わからん。俺はそんな時どでかいペットボトルの水を飲みながら筋トレをする。とにかく、ビビってると思われるな。そうだ、お前、ディオの真似しろ。は?いや、ディオだよディオ。ジョジョのさ。私はマンションの通路で本気のディオの真似をしました。もちろん大声で。これでいいでしょうか?多分いいんじゃない?面白かったし、俺も今から水抱えて寝るから。気をつけろよ。先輩の無責任さにイライラしながら、ギャル先輩の家に向かう途中、先輩の携帯でギャル先輩にも連絡を入れ、彼女も声が聞こえると私に言いました。その声事件はそれから数日間も続くのですが、いつの間にかその声も聞こえなくなりました。そして、その声事件と同じ頃、私のおばが30代の若さで亡くなりました。彼女の死因は不審なことが多く、葬式に検察官が来るほどでした。おばはガリガリに痩せ細っていて、彼女が亡くなってしまったのは私に責任があるのではないか、と自責の念を感じました。結局今年になり、私はその部屋を引き払い、実家から通うことにしました。通学までに2時間ほどかかりますが、不気味なのよりマシです。そして、4日前のことです。私の祖母のいとこが亡くなりました。その通夜に出席したのですが、その時に、私より3つか4つ年下の女の子、祖母のいとこの孫に、おばが降りてきたのです。
仕草も、笑い方も完全におばでした。彼女はこう言いました。〇〇おじちゃんを迎えに来た人が迷ったから私が来たの。だけど私が迷ったらいけないから、友達にも一緒に来てもらったよ。彼女は、親戚たちに、彼女の形見のブレスレットは、右手ではなく、左手につけておくように、と言ったことや、ネックレスをつけておかなきゃ倒れてしまう、と言ったことを告げた後に、その女の子の兄、私より一つ下、の方を向いて、こう言いました。来月、京都に研修に行くんでしょう？私の友達がね、言っておくことがあるらしい。一つ目は、黄色い帽子をかぶったおじさんに会ったらすられるから、ポケットに物は入れるな。二つ目は、サンダルは履いていくな。三つ目は、橋が揺れたらすぐに逃げるように。そう言われた男の子は、完全にビビってしまっていました。そして最後に私の方を向き、彼女は謝りました。まるまるちゃん。今、実家から通っていて大変でしょう。あの部屋を出なきゃいけないようなことになってしまってごめんね。こう言って何度も謝ってきました。周りでは泣きながらその女の子と抱き合っている親戚が何人かいました。その後、23時頃に通夜から帰ってきた私は、シャワーを浴びながら考え事をしていました。あの部屋を出ていくようなことになって。というのは、あの子への正体はおばなのだろうか。だとしたらいたずら半分に私を脅かしに来たら、思いのほか、私がビビりすぎてしまった、ということだろうか。私は微笑んでしまった。いたずら好きなおばらしいではないか。しかし、バスタオルで体を拭きながら、待てよ、と考える。おばが亡くなったのは、私の部屋に声が聞こえ出した時より数日後だった。そしておばは原因不明で検察官が動いたほどの急死だったのだ。だとしたら、おばは私の部屋についてきた、あのうなり声の男と戦ってくれていたのではないか。そして、それに敗れてしまい、あのような結果になってしまったのではないか。そう考えたとき、私の背筋は凍りついた。おばからの忠告で橋と書きましたが、本当に橋なのか、わかりません。京都に住む皆さん、橋、橋、橋、などが揺れたら逃げてください。今では、幽霊というものを信じています。